ようこそお越しくださいました。ですが、お越しの先ぶれが前の日とはあまりに急ではございませんこと。失礼ながら開いた口が塞がりませんでしたわ。そういうことについても殿下はもう少しお考えになって行動なさるべきではございませんか。無理を言ってすまなかった。困らせるのは分かっていたけど、それでもどうしても君に会いたかったんだ。